今日のテーマ、甘崎テーマ、夏みかん。どうも、夏みかんです。はい、ということで、本日は、だだん、第2回目の妹ちゃんからの質問コーナーに答えてみたはい、ということでですね、第2回目ということは、第1回目を1年前にやったことがあるんですけど、ちょうど1年前はお仕事で、夏みは東京におって、妹ちゃんは甘崎におったから、LINE でね、質問をこうやって送ってもらってそれに答えていくってスタイルやったんですけど、その様子は概要欄に貼ってあるので第1回目の妹ちゃんからの質問コーナーを見てほしいんですけど、今回は隣に妹ちゃんがいるので妹ちゃんから質問を言ってもらってそれにどんどん答えていこうかなって思います。妹ちゃんはちょっと唇が切れてて一緒に出演することができないんですけど、ちゃんと妹ちゃんは隣にいます。スタートです。イエーイ。夏みかんの1週間前ぐらいに2回目の妹ちゃんからの質問コーナーを撮りたいから質問考えてって言って7日後に質問が出来上がったと。ということは7日間ずっと質問を考えてくれてたっていうことやから、めちゃくちゃいい質問がいっぱい考えてくれてると思うので、ちょっと夏みかんもめちゃくちゃワクワクしながら答えていきたいと思います。質問考えてて楽しかった？うんだけみたいです。でね、ちょっとお気づけの方はいると思うんですけど、こちらには愛犬のチェチェくんが今ちょっと今は寝ているんですけど、はい、それでは早速妹ちゃんからの質問に答えていくよー。レッツラーみかん。妹ちゃん、ちゃんくんゴロンってした。かわいいな。二つ目の肩で顔が隠れちゃうから。もうで、体だけしか映ってない。やばい。それでは妹ちゃん、元気よく質問を読み、よろしくお願いします。一問目。はい。一つ目は。はい。質問はありません。なんで？おかしいやん。質問コーナー考えてって言って質問ありませんじゃないねん。考えてください。それして一問目。もう終わりやん。それでは終わりたいと思います。バイバーイ。おかしくない？ね、絶対おかしい。終わりですじゃない。前回と一緒になってまうから。じゃあ2問目。はい。自分のこと好きです。自分のこと好きで、自分のことは大好きです。めちゃくちゃ大好き。もうママが人に、いろんな人に愛してもらったりとか、応援してもらうには、自分自身が自分のことを好きにならないと、やっぱ応援してもらえないよって言ってたので、夏美は自分のことがめちゃくちゃ大好きです。ちなみに、好き？ピンは自分のこと。好き？好きみたいです。はい。1つ目は、はい、今までで一番上手にできた料理は何ですか？上手に。ピン知ってるやん、夏美。全然料理できひんの。今まで一番上手にできた料理。あ、でも夏、キュウリの浅漬けめっちゃ上手じゃない？作り方は？だからライフで、キュウリの浅漬けのボトルみたいなやつを買って、キュウリを切って袋に入れて、こうやってもみもみする。やろ？だから夏みかんはキュウリの浅漬けが一番上手にできて、家族のみんなも食べてくれた。キュウリの浅漬けが一番得意です。じゃあ4つ目。はい。一番ママに褒められたことは何ですか？あー、すごい。ママに今まで褒められたことか。ね、夏みのママって結構常に褒めてくれるからいっぱい出てくるねんけど、日頃よく言われてるんが、やっぱり継続して何かをしてることをすごい褒められてくれるかも。結構部活とかもそうやし、習い事とかもすぐやめてたんやんか。この YouTube とかもそうやし、 TikTok もそうやし、ライブ配信もそうやけど、何か一つのことをずっとやり続けてることはすごい毎日ママは褒めてくれます。じゃあ5つ目。はい。一番ママに怒られたことは？うわー、ママに怒られたことか。むずいな。夏ママってほんま普段全く怒らへんから、でも思い出した。まあ、強いて言うなら、夏美が小学校の時に、ママに一回だけ、めちゃくちゃ、ダメの言葉を言ったことがあんねん。すごい悪い言葉を言った時は、ママに、そんな簡単に、その言葉を絶対人に言ったらあかんって言って怒られたこと以外、怒られた記憶がないかな。じゃあ、6つ目。はい。ママを泣かしたことはありますか？ママを、その泣かすっていい意味で？まあ、どっちでも。あ、どっちでも。ちょっと今パッと思いついたことがあって、こう、大学受験の時に、夏美栄養入試って言って、その、推薦で栄養入試を受けさせてもらったんやけど、その栄養入試がなかなか受からないみたいな、すごい塾の先生にも言われてたし、学校の先生にも言われてたから、まあ、落ちて当然の感じでこう、なんて挑んだわけよ、栄養入試を。で、一人で夏美は大学に合否を見に行って、それがなんと合格やったわけ。もう夏美びっくりして、夏美もその時めちゃくちゃ泣いたんやけど、合格やったわけ。で、夏美はそこでパッてひらめいたんが、あ、
落ちたってママにちょっとドッキリしようと思って、全然 YouTube とかじゃなくてもプライベートのドッキリね。夏美はそこで家帰ってママに、ママごめんみたいな、ちょっと落ちちゃったって言ったら、ママがもうめちゃ泣いて、大丈夫やでみたいな、頑張ったことに意味があるからってママが言ってくれて、そこで夏美はママ合格したよって言って、ママがもっと嬉し泣きをして、すごいハッピーエンドやったっていうエピソードがある。ピンもそれ見てた？見てない。あ、見てないんや。で、夏美のママはね、夏美がもう落ちたっていうのをね知った瞬間に、おばあちゃん、そう、おばあちゃんとか親戚みんなに、なっちゃん落ちたみたいってめっちゃ電話をしとったわけ。だから夏美がその帰ってから、え、受かったよって言った瞬間に、ママがもうめっちゃおばあちゃんとか親戚みんなに落ちたって言っちゃったのに電話しないとって言って、逆に後が大変やったっていうエピソードがあります。全然興味ないよ。ちょ、待って。ちょ、みんな待って、見た今。めっちゃこんな熱かったのに、って全然興味あらへんやん。興味持ってください。素晴らしい話でしたね。うん、棒読みやな。はい。お願いします、次。7つ目。はい。ピンの好きなところは？それごめん。ママ質問やな。ピンの好きなところは、まあ、いっぱいあるんやけど、やっぱり美意識が高くって、最近で言ったら、こう、朝起きて下に降りたら、リビングですごいダンスを踊っとったわけ。それは、美意識じゃないよ。え、なんで、でも痩せるために頑張ってんやろ？発表のため。あ、学校の発表会のため。でも、なんかそういうとこも好き。学校のなんかダンス発表会があるから、そのダンスを一人で黙々と練習してるっていう、人が見えてないところでも、すごい頑張ってるところが、妹ちゃんの好きなところです。逆に夏美の好きなところは？次、八つ目。あ、なんで？言ってや、好きなところ。なあ、みんな。次は、はい。ピンの可愛いと思うところは何ですか？なんで？これ何？質問？あ、質問これ。あ、あ、質問やんな。ピンの可愛いなと思うところ？なんか絶対欲しいものがあった時に、めっちゃなんか夏美に甘えてくるところ。え、夏？これ可愛くない？とか言って、もう絶対買ってもらえるって分かってて、え、可愛くない？みたいな感じを言ってくる時のピンが可愛い。これはもうお姉ちゃん目線として妹ちゃんが可愛いなって思うところかな。じゃあ9個目。はい。ピンってスタイル良くて可愛いよな。これ、ごめん。会話してる今。何これ質問これ。あ、はい。スタイル良くて可愛いです。はい。はい。じゃあ10個目。あ、はい。ちょっとみんな、はい。一緒にほんまに痩せようなちゃうねん。これ、会話してんのちゃうねん。YouTube 撮ってんね今。YouTube 撮って痩せような。痩せよ。ちょっと夏美たち今ちょっと頑張って痩せようとしてるんで、痩せます。じゃあ11個目。はい。小遣いアップするようにお父さんにお願いしてくれますか？ごめん、最後ハテナつけたら何でもええ思ってるやろ今。絶対に。なあ、びっくりするわ。お小遣いアップするように夏美めっちゃお願いするわ、じゃあ。はい、するわ。あ、ピン、妹ちゃんは？ピンも一緒にお願いしに行こうや。え、嫌なん？あ、じゃあ夏美だけ行くって感じ？そう。あ、わかりました。じゃあ12個目。はい。将来の夢は？いや、急に真面目。めっちゃ急に真面目。もうパンパンみたいな。将来の夢は、まあでもいっぱいあるんやけど、めちゃくちゃいっぱいあんねんけど、夏美はお札に乗りたい。夏美がもし死んだ時でも、いろんな人に見てもらえるやん、お札。だから夏美は、やっぱお札に乗って、ずーっといろんな人のそばにいたい。すごいわかるよ。あ、すごいわかる、うん、で、お札になりたいかな。絶対かな、夏なら。ちょっと顔写したいんですけど、すっごい真顔。13個目。はい。最近好きな YouTuber さんいますか？うん。まあ、ずっと好きなのはカジサックさんとかエハラケチャンネルさんとかがめちゃくちゃ好きで、最近めちゃくちゃ見る YouTuber さんはほんま平成フラミンゴさんとかですね。ちなみにピンはお先にいっきちゃんを見てます。はい、お先ちゃん大好きでーす。ごめん、急にちょっと待って、急にどうした？え、夏よ。でもお先ちゃん日記大好き。めっちゃピンの方が好き。いや、夏美も好き。別にここで争うことちゃうやん。二人とも好きでいいやん、絶対に。じゃあ、14個目。はい。なんですぐ泣くんですか？止まんねえよ。ごめん、これ質問？なんですぐ泣くんですか？それってどういう回答を求めてるん？泣く理由？遺伝や。ママの遺伝や。ピンもすぐ泣く。夏美のママが結構涙もろいから、夏美もピンも結構すぐ泣いちゃうっていう。じゃあ、15個目。はい。ピンの方が妹なんやから何でもおごってくれますか？ちょっと待って。ごめん、ちょっと待って、みんなどう思う？これ質問？あ、まあ、お小遣いが5000円なんで、5000円以内やったら、
おごってあげます。ってこれ何みんな。なぜカツハゲされてるなんか。この YouTube 通じて。ちょっとびっくりすんねんけど。16個目。はい。これ何個あんの質問？まあ、それは。あ、それは秘密やって。で、18個目、お願いします。ほんまに質問ないねんけど、うん、です。はい。ごめん。はい？ 18 個目がもう質問にないねんけど、が質問？はい？どういうことみんな。わけわからへんねんけど。ねえ、で、もう終わりじゃあ。じゃあ19個目。やるんかい！やるんかい質問ない言うて。19個目、はい、お願いします。もっと人気者になったら、韓国連れて行ってね。え、お、スタイル留守で。はい？ちょっと待ってみんな、どう思うな。どう思う？んもっと人気者になったら、韓国連れて行ってね、夏は留守番で。うん、お金だけ払う？夏美。な、お金だけ払う夏美。財布？ピンの財布、夏美。じゃあ20個目は、はい。チャチャくんと、にらめっこしてください。20個目の質問、チャチャくんとにらめっこみたいです。にらめっこしましょう。チャチャ。笑うと負けよ。アップ、で、チャチャ。にらめっこしましょう。笑うと負けよ。アップ、プ。ふん。じゃあの勝ち。じゃあじゃあ負けた。ということで。え、終わり？え、ごめん。最後の質問、ちゃちゃとにらめっこして終わり。え、そんなことある？はい。ということで、今回第2回目の妹ちゃんが考えた質問に答えてみたんですけど、まあ、第1回目、前回のやつよりかは、進化してたけど、進化の仕方がちょっとちゃう方に進化していってんねん。わかる？みんな。今回はね、妹ちゃん動画に一緒に出ることはできなかったんですけど、ぜひコメント欄で妹ちゃんとしてほしいことやったりとか、妹ちゃんのね、なんか単独の企画とかっていうのも、どしどし YouTube のコメント欄で募集しているので、書いてください。ということで、みんなも動画を最後まで見てくれて、本当にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、終わりです。大好き。